耳で読む霊界通信小桜姫物語11守り刀危機物語。体がなくなってこちらの世界に引っ越してきてもすぐに現世の執着がなくなるものではないことはお話ししましたが、ついでにもう一つだけ自分の罪を懺悔してもいいでしょうか。口先ですっかり悟ったようなことを言うのは簡単ですが、実際は思いのほか心の垢が多いのが人間というものの差がなんでしょうね。こちらの世界で現世生活中に大変名高かった方々にお会いすることもしばしばですが、案外魂のそれほど磨かれていないことが多いようです。あんなに瞑想博識と謳われた方がまだこんな薄暗い境涯にいるのかしら、なんて意外に感じることも少なくありません。さて、約束の懺悔ですが、私が何よりも身に染みて感じているお話をいたしましょう。それは私の守り刀の物語なんです。忘れもしない、それは私が三浦家へ嫁入りする時のことでした。母が一振りの懐剣女性用の担当を手渡してくれて言いました。これはある由緒あるお方からいただいた懐剣ですが、あなたの一生の喜びの啓示の記念として譲ります。肌身離さぬよう大切にしてね。目に涙をいっぱい溜めて母は真心とともに記念の懐剣を渡してくれました。それは刀身といい装具といい全く申し分のない立派なものでした。しかし私にとっては懐剣そのものよりも、それが懐かしい母の形見であればこそ他の何者にも変えられないほど大切なのでした。私は生涯を通してこの懐剣を自分の魂として肌身離さず所持していました。私の病気が進んでもういよいよとなった時、私は枕元に座っていた母に頼みました。私の懐剣はどうぞこのまま一緒に棺の中に収めてください。母はすぐに耳元に口を寄せて、願い通りにしてあげますから安心なさいと囁いてくれたのです。こちらの世界で目を覚ました時、私はふと懐剣のことを思い出しました。母はあんなに強く受け合ってくれたけれど、果たして懐剣は意外と一緒に墓に納めてあるのかしら。そう思い出すと私はどうしてもそのことが気がかりでたまらなくなりました。ついにある日、指導役のおじいさまに一部始終をお話しし、もしあの懐剣が私の墓に納めてあるものなら、どうぞこちらに取り寄せてくださいませんか、生前のようにあれを守り刀にしたいのですとお願いしました。今の世の方々には守り刀といってもどうもピンとこないかもしれませんね。でも私たちの時代においては守り刀は女の魂とも言われ、命の次に大切な品物だったんですよ。神様も私の希望が最もなことだと思われたんでしょう。心よく引き受けてくださり、いつものようにちょっと精神を統一して私の墓を投資されましたが、すぐにお分かりになった様子で、ふうむ、その懐剣なら確かに見える、よし深海のお許しをいただいて取り寄せてあげようと言われたかと思うと、次の瞬間にはおじいさまの手の中にはあの懐かしい懐剣が握られていました。もちろんそれはいわば刀の精のようなもので、現世の刀ではないんですが、金粉を散らした濃い朱塗りの装具といい、またそれを包んだ金襴の袋といい、いくら調べてみても生前手に馴染んだ懐剣と全く同じでした。私はとても嬉しくなっておじいさまに心からお礼を言いました。私はこの懐剣を今でも
とても大切に持っています。そして、修行の時には、いつもこれを鏡の前に備えることにしています。これなんかは、私よりも修行の進んだ境涯におられる方々からご覧になったら、やっぱり執着の一種かもしれません。でも、私の境涯程度では、まだまだこういった執着から離れられないのも事実なんですよ。